はい、では48周目材料の方を確認していきましょう。ぐーっと見て48周目は11月の27から30日、そして12月が入って1日を見ていくことになります。11月27日ですけども、朝日本相場で発表されるサービスっていうのはこれ関係ないね、あんまりね。で、24時に住宅件数ということですけども、だから月曜日は1日通じてですね、その前の週で、緩やかな収束をしながらの横ばいという形で週が明けるわけですけども、ここからね、上下のブレイクのいずれかを待つような1日になると思います。で、24時になるとまたそれが材料でね、ちょっとこれ大きく変わると思いますんで、さらに火曜日は朝から体勢を立て直していただいて、またテクニカルを見ていくってことになります。月曜日火曜日はそれぞれ単体でテクニカルをね、追っかけていくっていう、そんな1日ずつになると思いますね。それほど難易度は高くありません。で、水曜日になりますけども、火曜日を引き継いで、テクニカルがそのまんま火曜日水曜日という形でね、流れていくことになると思います。水曜日はほとんど影響を及ぼす、これね、材料はないですね。で、22時30分に GDP の速報値改定値が入りますんで、これはちょっと大きいと思います。ですんで、水曜日が終わりましたら木曜日はまた新たなるマーケットを設定することになります。で、木曜日はそれに対して、まあ日本でも発表がちょっとありますけどもね、これはそこまで大きく影響しないものと思われます。結構朝からたくさん入ってますね。はい、お昼も日本からちょっと発表があります。で、アメリカはやっぱり夜になりますね。ユーロが、これコア指数が出るのか、これユーロは多少ねやっぱり影響するんですね、ここまで来ると、うん、まあアメリカ、出ました。結構このねコアデフレーターでかいんですよ、うん、だから木曜日の深夜大きく揺れますので、またね48週目も金曜日は難易度が高くなると思いますね。ただ乗り切れなくもないです。今回の金曜日は47週目の金曜日に比べると割と簡単です。で、最後に、土曜日になりますけどもね、パウエル議長の発言があって、さらに49週目また新しい火種をね残すって形になるかなっていうところですね、うん、さらに付け加えるなら、今回はね月末の30日と月初の12月1日ってのが入ってきます。まあですので不確定要素ちょっと入るんですけども、ただね今回47週目、月火を除いて水木金と結構難易度高かったと思います。で、金曜日が一番難しかったんですけども、その金曜日ほどの日ってのは今回ないですね、48週目は、うん、だから結構やっていけると思います。あの難易度で言うとね、47週目の水曜日ぐらいの難易度ですね、うん、まあしかも月火寄りの難易度、あの難しさなんで、そこまで難しくはないと思います。結構取っていけると思いますよ。月末月初があるとはいえども、やっぱりやっていけると思います。そんな感想ですね。